デーブ・スミス・インストゥルメンツはアメリカの会社でカリフォルニア州サンフランシスコで電子楽器を製造している。シーケンシャルサーキット社の設立者であり、プロフェットマイナス5のデザイナーであり、ミディ考案社の一人であるデーブ・スミスにより2002年に設立された。デーブ・スミス・インストゥルメンツの最初の製品はエボルバーシリーズであった。1986年にシーケンシャルサーキットから 発売されたプロフェット VS に収録されていたデジタル波形をベースにしたデジタルアナログハイブリッドシンセサイザーであった。最初はモノホニック版がついで4ボイスポリフォニック版のポリエボルバーが発売された。2007年にはプロフェットの商標を取り戻し8ボイスアナログシンセサイザーのプロフェット08を発売した。デイブ・スミス司祭入りの限定版も販売された。 プロフェット08は当初すべてのつまみがロータリーエンコーダーであったが数値の読み取り不良や逆流などのトラブルが多発対策として一般的な可変抵抗器を採用したポリエチレンに置き換えられた既存ユーザーには優勝で基板交換サービスが行われたほかハンダ付けの技術を要するがユーザーが自ら基板交換できるキットも提供した二千九年には ロジャー・リンシとの協業が発表された。2011年にアナログデジタルハイブリッドドラムマシンのテンペストが発表され、2012年1月のナムショーで公開された。2009から2012年にかけては連価隊の製品に注力し、プロフェット08の回路を流用したモノフォニックデスクトップシンセサイザーのモフォや鍵盤バージョンのモフォキーボード、 4ボイスポリフォニック版のテトラ4やモフォ X4 を発売した。2013年には12ボイスのデジタルアナログハイブリッドシンセサイザーであるプロフェット12を発売した。2014年はプロフェット12のモノフォニック版であるプロ2よびユーロラックモジュールを発売した。2015年、ヤマハからシーケンシャルの商標が変換され、 アナログシンセサイザーの C ーケンシャルプロフェット6を発売した。2016年、トム・オーバーハイム氏と協業した OB-6 を発売した。2017年、プロフェット08の改良型であるプロフェットレブ2を発売した。2018年、大容量 PCM シンセサイザーのプロフェット X を発売した。パイオニア DJ とも協業しており、 シーケンサー付けモノフォニックシンセサイザーのトーイズ AS-1 では、プロフェット6の技術を利用した音源を提供。サンプラーのトーイズ SP-16 では、フィルター部分を担当している。2018年夏に社名をシーケンシャルに変更。デーブ・スミス・イントル・ユマンツの社名は消滅した。ありがとうございます。